スナフキンの手紙は、高上将士の儀曲。1995年度岸田国史儀曲賞受賞作。1994年に、高上の劇団第三部隊により高上演出、池田なるしらの出演で上演された。1960年代に連合赤軍による革命が成功したという設定の一種のパラレルワールドにある1990年代の日本を舞台にしている。 この日本では在日外国人同盟、オタク主義者同盟、帰国子女戦線、花嫁戦線平凡派といった、それぞれ利害を別にする様々な集団が対立したいず構想を行っている。こうした集団を取り締まろうとする政府軍の長官ご藤田をはじめとして、彼の上司や部下、ゲリラ的活動を行っているアイドルやそのマネージャー、 自殺コンサルタントといった面々によって劇が進行する。しかし潜入捜査が進むにつれて政府軍に所属していることをだたちもそれぞれ各集団の所属者であることが明らかになっていきドタバタ的な様相を提していく。狼によれば雑誌連載で読者の出せなかったラブレターを供養するという企画をやっていた際に寄せられた大量のラブレターを読みながら そんなに簡単に語られない言葉を作ってどうする問題はこの後じゃないか。あなたが素直になり心の中の言葉を語りしたいようにした時に初めて語られない言葉が生まれるんじゃないかという意識を抱くようになったとのことで本当の語られない言葉は戦いの後に生まれると思っているのですとの思いから本作の執筆に至ったという紅紙は ファントムペインが本作品の続編であるとしている。ありがとうございます。